はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。仮面ライダーエグゼイドのデラックス太鼓の達人ガチャット仮面ライダーゲーム DVD セットです。はい、ということで YouTube で公開されてましたね、仮面ライダーゲームの1話2話で3話目がこの DVD に入ってると、それプラス太鼓の達人ガチャットが入ってますね。はい。こういうことをやってきたね。3話まで YouTube で見られると思ってたのに、うん、DVD 買わなきゃ最後は見れない、うん、ゴーストの時もそうだったよね。あ、そうなんだっけ、うん、そっか。じゃあ早速開けていきましょう。うん、スッスッスッ。こちらが仮面ライダーゲームの DVD のケースですね、うん、裏側がこうなってる。1話目、2話目、3話目。3話目はどうやらこれガンバライジングガシャと思ってるね、ゲームはね、うん、で、エグゼイドもガシャコンブレイカーにガンバレージングガシャットをセットしている。なんかセットされてるよね、うん、こういうシーンがあるんだろう ね、 そうだね。これは後で見てみましょう。はい。そしてこちらが太鼓の達人ガシャットですね、うん、ちょっとクリーム色みたいな、そうだね、色合いになってますね。絵柄はこのようになってます。太鼓の達人そのままだね、うん、では絶縁シートを取ってください。はい。スイッチ。ドンってなったよ。ではゲームドライバーにセットしてみましょう、はい、お願いします。太鼓の達人。ではレベル2。はい。短っ。こんなもんすか。ではスロット1にマイティアクション X ガシャットで、スロット2に太鼓の達人ガシャットでレベル3。こんな感じなんだね、うん、太鼓の達人だ。では次は決め技スロット。太鼓のクリティカルだったね。では次はガシャコンブレイカー。いきます。今のいいね。では久しぶりに変身対決やりましょうか、うん、しかもね、気合い入れて、うん、やる感じにしましょうか。はい、はい、ではエシン君からですか。はい、変身。太鼓の達人。じゃあ今度パパいきますね。はい。太鼓の達人。はい、ということで今回もですね、変身対決やってみました。はい、エシン君とパパどちらかっこよかったか、こちらからアンケートを用意してますので、ぜひよろしければアンケートを答えていただけると大変嬉しいですね、うん、ちょっとごめんなさい、申し訳ない感じでちょっと声小さくなってしまってすみませんでした、うん、はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイトのデラックス太鼓の達人ガシャット&仮面ライダーゲーム DVD セットでした。ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします。そしてぜひ、
お友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。